いいですね、はい、やってやって。さあ、それでは始めたいと思います。ドッグラン編。それは少し秋の気配が感じられる9月初めの月曜の午後、いつものメンバーがどこからとなくやってきて、いつものように時間が流れます。スポーツクラブにありがちなサウナルームの常連さんたちの指定席。新参者はなんとなく居心地が悪い。挨拶ができる雰囲気でもないし、どこかあちこちからチェックが入ってるみたいな感じがするもの。運が悪ければ話しかけられて出るタイミングがつかめたりなんでね。ここもそんな感じ。それより何よりワンコたちの声が聞こえませんか。全く分かっていないワンコママたちとのすれ違い、ちょっと聞いてみましょうか。おはよう。おはよう。お外気持ちいいね。風は気持ちいいね。あ、メロディちゃん、こっちこっち。おはよう。おはようございます。遊ぶ？走る？どうする？どうしようかな。ごめんなさい、ちょっと待ってください。メロディちゃん、いいのよ、無理しないで。嫌ならやって言っていいのよ。嫌じゃないです。そうじゃないです。そうそう、平気平気。どうする？だからさ、来たばっかりなんだからちょっと待ってあげなよ。わかった。じゃあちょっとあっち挨拶行ってくるね。はいはいはい、どうぞどうぞ。マツクいた。ムーパもいる。わーい。元気ですね。あのね、1時間くらいはあんな感じかな。1時間、うん、でもね、5分休むとまた走り出すよ。すんごいな。もうちょっと狭いところ。モネモネ、おいで。呼ばれてますよ。行かないんですか？行くよ。モネ、ほら走るよ。モネちゃん呼んでるよ。ほら一緒に走ろうよ。モネ、おやつ。モネおやつだってよ。ねえねえ、メロディちゃん、私たちももらえるかもしれないよ。モネちゃん行こうよ。やだ。行こうよ、競争しようよ。行くよ。はい、よーい、どうしよう。やだ、絶対にやだ。どうしたんですか、モネちゃん、大丈夫？変なの、申ししてくるもんだ。モネ、もうしょうがないな、気まぐれ屋さんなんだから。帰りたいのか？どうした？モネパパ、ちょっといいですか？あ、はいはい、今行きます。モネ、大丈夫か？待ってるよ、あっちで。モネちゃん、大丈夫？いつものこと。いつものこと？メロディちゃんはここに来るの好き？好きとか嫌いとか考えたことなかった。幸せだね。モネちゃん、幸せじゃないの？わかんないけど、ここは嫌い。嫌い？お外は好き、風が好き、でも一人が好き。みんなと会えるのは嬉しいけど、一人でゴロゴロってしたり風を感じるのが好き。私も好き。でもパパは私が走るのが好きで、ボール遊びが好きだと思っている。だからいつもああやって遠くから呼ぶの。でも私そんなことしたくない。そっか、私は少しなら好き。みーちゃんみたいにずっとはしたくない。一人で歩くのも好き。お家の窓から外を見ているのが一番好きなんだ、本当は。それも好きだな。暗いな、お二人さん。しょうがないでしょ、そこって伝わんないよ、絶対に。だって私たちはみんな走るのが好きで、ボール遊びが好きに決まってるって思ってんだから。そうなんですか？そうですよ。
だから私だって一生懸命合わせてるわけですよ。違うと思う。違うでしょ。好きだよ。私は走るのもボールもね。うんうん、でもね、3倍くらいは喜びバージョンでやってるわけよ。そうだったの？そう。だってさ、相手は思い込んでますからね。遊んであげてるって思ってるわけですから。いいじゃないのさ、ちょっとはつけてあげなよ。みーちゃん、すごいんだね。考えてるじゃない。そうだよ、いっぱい愛されてますからね。せめてもの恩返し。深いね。でしょう。でしょ。でもさ、そろそろきつくないの？え、若干きついかな。こう見えて結構なお年頃。そういう。でもね、本当に喜んでくれるんだもん。その笑顔見てたらさ、あと一周走るかなって思うわけよ。なるほどね。モネ、おいで、ボールで遊ぼうか。チャンス、モネちゃん、どいでよ。3回くらいやったら満足するよ、きっと。うん、私も一緒に行こうか。あ、ダメダメ、ここはね、3回くらいやったらメロディーちゃんがこっちから乱入してらね、私たちだけで遊びたい風にするわけよ。なるほど、すごい、みーさんすごい。いいでしょう。だから、はい、モネちゃん頑張れ。うん、分かったよ。モネモネ、モネちゃん今よ。分かった。おお、モネ、よし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 。ほらね、本当ですね。1回2回乱入しますか。いかないよ。え、なんでですか。見てごらん、結構楽しそうでしょ。本当だ。こういうことなんですよ。そういうことなんですね。楽しいわ、モネ。呼んでよ、早く。誰か来て。いやいやいや、頑張って。お後がよろしいよ。ワンちゃんの気持ちを訳したらこんなかなと思って私が書きました。キリンさんに拍手。イエーイ。いや、本家はね、あ、こう先月がね、めぐちゃんがマンスリーゲストで来てくれてね、毎週毎週楽しかったね。ありがとうございました。毎週毎週歌いました。本家は基本的にはあのミュージシャンのことをお呼びして、あのお外も結構いい音がするのでね、たっぷり歌ってもらって、でそこではいつもアシスタントなんだけど、もうよも面白いコーナーがあってね、偉人の言葉とか言って、偉人そんな声してたのかよみたいなことをやらかしておりますので、また番組を見てあげてください。さあ、では起立で本家でした。ありがとうございました。さあ、それでは火曜日ビズにバトンを渡したいと思います。ビズの親父たち来てください。ええ、はい、ではあの火曜日、ビジネス情報番組の、クリスタルビズチームです。イエーイ。どうも。はい、どうも。はい、うるさいです。このノリでやるとスタジオではうるさいと怒られます。でも僕はあのステージなので、あの普段の僕らのエネルギーでやらせてもらおうかなと思ってます。はい、はい、ビズはあの、第1週、第3週と第2週と第4週とメンバーが違うんですね。第1週、第3週チームがイエーイ。はい、はい、
ヌーパパとなんかわかりませんけど、はい、すいません、全くアドリブですこれ、はい、そうですね、はい、で、第2週、第4週は、クリスタルビズ A to Z といいまして、出ているのは僕らです。イエーイ、まんまひろきです。はい、松哲です。栗太郎、すいません、一緒にやってるのは栗太郎と言います。はい、前の番組でまんまひろきから栗太郎になりました。ありがとうございます。それ昇格、昇格かもしれない。おめでとう。ありがとうございます。大体6年目ですね。今大笑い、はい、まあ、こうやってムーパパも今ムーパパっていうのを受け入れてますけど、僕ムーパパっていうネーミングされてる時に相当ムーパパがキリンオオカミに抵抗したという、はい、そ, の一冊を取っております。そうなんですか。まあ、そんな形でこうやっておりますけども、ビジネス情報番組なんですが、第2週第4週は、このビジネス情報番組なんですけど、エンターテインメント型ビジネス情報番組という、形でサブタイトルがですね、そこにハートはあるのか。そうですね、はい、いかにそのビジネスに、まあ、ちょっと心を入れるかということをテーマにいろんな試みをやってます。もう本当にチャレンジ中でして語ってる人がないんじゃないですかね。そうですね、足りないから求めてる。足りないから、はい、そうかもしれないですね、もしかしたら。でも暑い方ですよ。暑い、すごく、はい、離れた方がいいよ。あ、もうね、燃えちゃいますね。俺だけ。いや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 。ここは俺が。栗太郎、お前だけだよ。ありがとうございます。はい、あと、プラスの方はですね、キリンオオカミが今ね、ムーパパと、あと本家から、本家から、ね、からですね、あと桃陽と参加します。はい、これは何かというエンターテインメントなので、そのビジネスのシーンを、ちょっとその演じてみようというか、あるシーンを、役者さんたちを入れてやっていこうという形です。ビジネス情報番組なんですよね。役者さん、まあ、女優さんですよね、声優さん、ここが経営コンサルタントさんですけど、でここ栗太郎は即興演劇、即興で演劇をするという役者でして、で役者の経験も生かしながら、そのコミュニケーションの講師もやっているという人間なので、まあ、こういった感じでそのユニークなメンバーで、まあ、ビジネスをですね、楽しくお送りするという番組をやってます。で今日はこのビズの中から人気コーナーというか、僕にとってハラハラのコーナーがあるんですけど、ビジネスオンステージというコーナーがありまして、毎回ですね、私たち出演者もどんなお題が出るか分かんない形で、まあ、講師役となった栗太郎からお題が出ます。それに対して、まあ、こういろんなリアクションをやっていこうというコーナーをやっているので、今日はちょっとそれをですねやってみたいと思います。ここからの進行は、栗太郎が、やってきます。はい、それではよろしくお願いします。ありがとうございます。ですね、このコーナーはですね、お客様参加型のコーナーとなっております。皆様、ちょっと腰は重いかもしれませんが、お立ちいただけますでしょうか。よろしくお願いします。ご協力ください。元気だ。ご協力ください。ちょっと酔っ払ってますからね。箱の中よりも、はい、それではですね、ちょっとですね、ここら辺のですね、テーブルとか椅子をですね、ちょっと下げましょうかね。はい、もうどんどん大掛かりです。もう大掛かりですよ。はい、それでですね、皆さんですね、下げたらですね、前の方に出てきていただいてよろしいでしょうか。前に来て円になってください。円になってください。ごめん、違う、ね、ちょっとどうしても帰っちゃいなくちゃいけない人がいるから、全体写真をちょっと。そのために僕。あった、はい、ごめんね。じゃあすいません。はい、写真撮ろう。写真撮ろう。ごめん。